いやあ、しかし暑いですね。ええー、こちら大阪。今現在、ハイドでございます。それ暑いわ。言うてね。早速、ラルクあるある来きます。はい、まずこれ。テッチャーが語源ベース持ってビロンビロンしだしたら、次の曲95%ステイアウェイ。はい。たまに消せラビ。10年に1回ほどラルク解散って出る。トースポトかこれは実現しない。 はい。えラルク好きなんじゃあガクトも好きなんって言われること。個人的には一緒にしないでって感じです。はい。15年に1回ほどハイドさん眉毛剃っちゃうこと。これはね、もう完全にマリリン・マンソンの影響をもろに受けてますね。ただね、マリリン・マンソンは年を取るとすごくもう残念になっていったけど、犯罪や色々なことね。ハイドさんは年を取っても変わらず、いや、 それ以上ですね。だからもうこれはマリリンマンソン超えです。はい。ライブ終わってはける順番、だいたいユッキーから、そしてケンちゃん、ちょっと両手叩いたりして、そいつ散々投げキッスをして、チュッチュッチュッチュして、手を振って、敗散が消え、最後にバナナを持って、ひたすらアピールして投げまくんのがてっちゃん。はい。歌詞間違え。 ハイさんの場合はかなりの確率でボーカリストの中でも歌詞間違えるのになぜかファンは喜ぶそして52歳っていうのにもう一回びっくりするあると思います昔のラルクの方が絶対にいいっていう謎のマウントパワーワードこれはねインディーズ時代の方が良かったっていう人もいます昔って言っても人それぞれなんでね昔は昔今は今の良さがあります 青っぽいバナナも黒ずんだバナナも美味しいですはいえっつたって文字たまに「てつや」あると思いますこれはラルク関連のグッズ日常生活で使いにくいていうかほとんど使えないライブのみそれも5年とか経ったら新しいの買わんたかんってもっと言うとちょっと中日っぽいダサいけど買っちゃう 7時6分を6時66分ってたまに言っちゃう思っちゃうにわかっていうやつはだいたいハニーでしらけてホワイトフェザーズがかかるとめちゃくちゃ喜ぶドエルのタイプ返してよこれはラルクドリルですね上から順番にいきましょう6キス7イコールエデンのテイスト初めて MV 見た時ほんまに踊ってると思ってた そしてライブでほんまに踊る人が後々現れたラルクのライブの後もしくはハイドさんのライブの後ぼっちで参戦する人をひっそり変えるなぜか一人で余韻に浸っているハイドさんってキュンキュンしてるそんなハイドさんを見て意識は高くなるけどすぐに下がる食べちゃう皆さんいかがだったでしょうか 少しは楽しんでもらえたかな。まだまだね、あるけど、飽きるんでね、この辺にしとかんとね、もうしょうがないしね。それよりも皆さん、私もうすぐ平安神宮行ってきますよ。そして全国の皆さんもね、引き続き、オーケストラライブですね、レントゲンのね、もうね、楽しんでください。そして我々、8月22日はもちろん30周年ライブ見ますよね。 配信があるんでね楽しししみにしときましょういやあ、それにしても今年はほんまにラルクイヤーですね。嬉しいですね。もう。でね、このチャンネルのね、このラルク関連とかも動画もね、ちょっとね、ペースというか落としていかないといけないことを、忙しすぎてね、いろいろあるんでね、ちょっとそこだけがあれなんですけどね、まあ、これからもね、一緒にラルクをね、応援して、 愛ししてドドエルドを進んでいきましょう途中で冷めるもよしまた戻ってくるもよしラルクはいつでも永遠ですからねラルクが未だに存在しているこんな世の中ってなんて素晴らしい世界なんだろう